ことが起こるなんて思ってもみなかった。異次元とこっちの世界を結ぶ通路、ゲート。そしてゲートの向こうには魔物が潜むダンジョン。ダンジョンの魔物を狩る覚醒者たちを人はハンターと呼ぶ。お疲れ、水篠君。あ、今日もよろしくお願いします。水篠君。はい、こんにちは。誰あれ、みんなして挨拶しちゃってさ。あの兄ちゃんは別名人類最弱兵器なんだ。ハンターの中で一番弱いんじゃないか。ハンターと呼ばれるのが恥ずかしいほど最弱の E 級ハンター、水篠俊。人々は俺を人類最弱兵器と呼ぶ。それじゃあ皆さん潜りますか。行きますよ。それじゃあ頑張りましょう。今日こそやってやるぞ。みんなもう奥まで行ったのか。早く後を追わないと。リザードマンだ。群れからはぐれたのか。とりあえずここを通るにはあいつを倒さないと。よし、今日はいい感じだ。なんだ、一体どこから現れたんだ。やっぱり一人じゃ無理なのか。水篠さん、怪我してるじゃないですか。私が直します。水木さん、ありがとうございます。他の奴らと雰囲気が違う。よく強そうだ。このまま死ぬわけには。誰か助けて。水篠君、危ない。ありがとうございます。扉のある部屋というのもまた珍しいな。よし、入ってみよう。雰囲気あるな。こんなダンジョンは初めてだ。あいつがボスなのか。おい、扉が閉まったぞ。ゲートの向こう側には時として恐怖でしかなく絶望に限りなく近い怪物が待ち受けていることもある。逃げてください。水篠さん、
夢だったのか。病院？気がついたようですね。あの、どなたですか？こういうものです。日本ハンター協会監視課？そんな方がどうして？俺、3日間も意識を失ってたんですか？他の人たちは無事ですか？はい、ただ真淵ハンターは片腕を失い、水木ハンターは精神的ショックが大きく治療を受けています。ハンターは常に危険と隣り合わせといえど、これほどの惨事は滅多に起きませんし、どういうわけか通報を受けて駆けつけた時にはもう何もかも消えてしまっていたんですよ。あの部屋には水篠ハンターが倒れていただけで、心臓や石像なんて痕跡すら残っていませんでした。そんな。これは我々の予想ですが、水篠ハンター、あなた覚醒後の覚醒をしたのでは？魔力測定器です。こちらに手を乗せてください。どうですか？どうやら失礼なことをしてしまったようです。申し訳ございません。なんだ、期待して損した。お兄ちゃん、気がついたの？めちゃくちゃ心配したでしょ。もっと体を大事にしてよ。次また何かあったら、お兄ちゃんがハンターの仕事しなくていいように私が働くから。青い、ひょっとしてこれ見える？これって？あ、ごめん、なんでもない。じゃあさ、ゲーム内の未読メッセージってどうやって読めばいいんだろう？何のことかわからないけど、メッセージボックスを開けばいいんじゃない？メッセージボックスを開く？プレイヤーになりました。とりあえずもう行くね。ちゃんと休んでよ、お兄ちゃん。わけがわからないんだけど入院中にそんな体力あるわけないじゃん。これが何なのかは一眠りしてから考えるとするか。嘘だろ。よし、ペナルティ時間終了まで生存。こいつらの攻撃を全部避けろってこと？いつまで走らないといけないんだ？それよりここから生きて出られるのか？
ペナルティークエスト？冗談だよな。意識が戻ってからもう4日、いくつか分かったことがある。まず、目の前のこれは幻覚ではないようだ。人には見えなくても、俺の目にははっきりと見える。今俺は、奇妙な世界を目の当たりにしてる。そういえば、今日こそ当たるかな。クエストを完了するともらえるランダムボックス、そこから手に入れたインスタンスダンジョンの鍵、やっとこれを試せるぞ。全ての奇妙な現象が再覚醒の前兆だとしたら、挑戦してみる価値はある。人類最弱兵器が再覚醒するとかネタだよな。逃げるのには自信があるから、危なそうなら全速力で逃げよう。出口を塞がれたのか。ここは全くの異次元なんだ。ただのダンジョンじゃない。クリアするまで出られないってこと。ひどい悪臭だ。これは獣タイプの魔獣かも。狼。ここまでなのか。こんな雑魚すら俺より強いとは。負けられない。邪魔だ。命拾いしたのに、こんなとこで死んでたまるかよ。いけるぞ。
ればできるんだ。すると能力値が5ポイントアップすんのか。マジで俺強くなれるんだ。さてとどうしようか。ボスを倒すまで外には出れない。EQとはいえボスを倒すのは可能かも。その前に死ぬかもしれないけど怖がることはない。経験したじゃないか。熱く戦おうぜ。生きている限りこの上なく熱く。邪魔だ。そうだろう。ここで諦めたら何もかも終わりなんだ。いつまでも下を向いてるわけにはいかないんだよ。強くなれるのならこのふざけたルールにだって従ってやる。邪魔だ。俺の判断にかかっている。諦めちゃダメだ。狼虐殺者か。いいな。意外と楽に帰還石が手に入ったな。帰ろっかな。でもこんなに強くなれるチャンスはもう来ないかもしれない。帰還石を使うとこのダンジョンは消えるのか。どうであれ俺は得体の知れない何かの支配下にあるようだ。もしかしてあの下にいるやつなのか。直感でわかる。あの下にいるのは怪物。しかも相当強い。いくら俺が強くなったって言ってもあいつに勝てる気がしない。前に進むか引き返すか。俺は負けない。やってやるぞ。いつもの駅の面影ゼロだ。
つがダンジョンのボス。鱗で覆われていて、この断剣じゃ歯が立たない。あの分厚い鱗をどうすれば。やめちゃダメだ。だから強くなるんだ。そのためにここまで来たんだろう。最後のチャンスだ。俺の判断にかかっている。今がチャンスだ。やっぱそれでも俺少しは強くなったみたいだな。俺は負けない。はじめまして、新入社員の川上真由です。ハンターの皆さんに新しくできたプログラムのご案内をしています。説明はお聞きになられましたか？初めて聞きました。どういうプログラムなんですか？このプログラムを使用すると攻撃隊員を募集したり、手軽に装備の確認をすることができるんです。気になりますよね。よかったら見ていきませんか？よし、それ！私と組まないか？ハンターさんの携帯電話にもインストールしておきましたので、いつでもご確認いただけます。もしバグや改善点があったら私にこっそり教えてくださいね。公式ハンターコミュニティでは個人情報保護のためにニックネームを使うようにしてるんです。
ニックネームを決めていただけたら私の方で登録させていただきます。よし、行こう。非常に危険です。連携が取れてない。水木さん、1週間が経つのにまだ克服できてなかったんだな。まあ無理もない。いや、克服するんだ。この状況で俺が役に立つだろうか。思ったよりも危険なのかもしれない。さっきまで戦ってたボスより弱い。だったら俺一人でも。諦めちゃダメだ。他のハンターに気づかれちゃまずい。今はこのくらいにしておこう。よし、最後のチャンスだ。燃えてしまえ。俺だってやればできるんだ。やってやるぞ。奴の防御さえ無力化できた。勝てる。岩を突き破る強力な一撃を加えるんだ。
最後の人くらえ。俺の判断にかかっている。挑戦するハンター、どこまで強くなれる？俺は押し気づくなんて、情けなくなったもんだな。違う！ E 級ハンターだった俺が強くなれたの、運が良かっただけか。違うなら、証明してみせろ。違うんだ。絶対に諦めない。これからはどんな時も前を向く。俺の判断にかかっている。魔力を測定中です。急いでください。新しいゲートが観測されました。攻撃隊の募集をお願いします。わかりました。ゲートはたくさんの資源を獲得できますが、危険な場所です。今後のご活躍を期待しています。勝負してみないか。ウォーミングアップでもするか。くらえ！燃えてしまえ！想像
想以上に強敵だ。くらえ。傷に突き刺せ。正面遅い。燃えてしまい。無駄だ。傷に突き刺せ。正面遅い。傷に突き刺せ。そこだ。燃えてしまい。終わりだ。傷に突き刺せ。つまらない相手だ。あそこにいるぞ。燃やし尽くしてやる。時間は私たちの味方です。えい。時間がありません。恵みの光よ、攻撃。やし尽くしてやろう。捨て去れば勝てる。いいところに来たね。ちょうどあなたを探していたんだ。私はハンター協会の古沢カリン。マユちゃんにはもう会ったでしょ。マユちゃんが大切なことを伝えそびれたってさ。協会が導入した制度について説明してあげる。活動支援金って言うんだけど、協会がハンターのランクに応じて一定の支援金を積み立てているの。いつでも受け取れるから一度確認してみない？積み立てには上限があるからこまめに確認した方がいいかもね。Thank you.